全仏オープン女子ダブルス4日に行われたテニスの全仏オープン女子ダブルス3回戦で加藤美、アーディラ・スーチャディ組が第2セット途中で失格となった加藤が返したボールが直撃してしまったボールガールが涙謝罪するも厳しい判断が下された加藤は涙を見せたが 勝った相手は北曽園でいるように見えたことで海外ファンから、最も恥ずべき顔、品も敬意もない、などと批判が殺到している。加藤組は思わぬ形での敗退となった。サラソリベストルもマリエ・ブズコバ組との対戦、第2セット途中だった。スーチャディのリターンミスの後、加藤がボールを相手コートに返球。 しかしこれがコート後方のボールガールにノーバウンドで当たってしまった。ボールガールは涙。加藤は歩み寄って謝罪し、一度は警告と判断されたが、対戦相手が失格を主張。裁定が変わった。加藤は涙を流したが、この時について、米スポーツ専門局、フォックススポーツは電子版の記事で、審判団との会話の最後の方で。 審判団が失格が必要だと同意したと思われる瞬間にブズコバとソリベストルモが笑っているところが見られたと指摘したツイッター中の海外ファンの間でもこの北エンでいるような場面が批判を浴びた実際の画像が拡散されこのような不公平さに誰かが泣いているのを見て嬉しそうですね彼女たちが何に対して笑っているかわからない わからないなら判断してはいけない、不愉快で、最もスポーツマンシップに反する。恥を知れ、このようなちんけなスポーツマンらしくない行動で、あなたは地に落ちた、彼女たちが次の試合で負けてブーイングを受けることを望む。品も敬意もない、本当にヘドが出る、2人とも恥を知れ、女子テニスの最も恥ずべき顔、などと厳しい言葉が書き込まれていた。試合後 加藤は自身のツイッターで賞金とポイントが剥奪となったことを報告している。以下は、ネチズンのコメントをまとめたものです。プロの試合ましてやトップの大会の一つに、この判定で試合の勝敗に子供が関与しているということになったそれならば子供入らない。ボールガールも一流のプロにしてほしい。一番最初に思うのは何でそんなことで泣くの とと、いうことびっくりしたというのはあると思うが15分以上も泣き続けるなんてまず交代させるべきだろう泣くことで周囲の同情を集めて相手加藤選手が悪い自分は悪くないと認めてもらいたいというのがあったようにも思う意地の悪い味方と思うかもしれないがボールパーソンとして試合進行の邪魔をしないという責任感があったらすぐに泣き止むだろう とにかく人選ミス他のボールパーソンがそういう状況になったらどうするのか聞いてみたい当たってしまった場面の動画を何回か見返すと不思議に感じるのはそんなに強く当たっていないのに泣き出していることもしかしたら当たってしまったボール係自身にも精神的な何かがあるのかもしれない背景にあるのは欧米の深く根強い差別主義かな こういう場面で強く反論しないアジア系は不利な扱いを受けるのは変わっていないそもそも警告が覆ったのかが理解できないボールガールかボールパーソンか知らんがあんな子供じゃないといけないのかどうかも疑問サッカーでも子供と手をつないで入場してくるけど危険なところにはいないしいさせるべきではないと思う 相手チームの選手の抗議により審判の判断が動いたことが問題ただコートにいた選手にも配慮が欠けていた部分があったことは否めないと思う国際大会らしい運営振る舞いを期待したい400万円以上の賞金を没収されたということはこの試合に勝っていたらもっと賞金は増えていた そんな高額の賞金がかかっている試合に、あの程度のボールが当たっただけで15分も泣くような子どもを使っていることがまず問題。そして、ルールに明文化されていないのに失格にして、賞金もポイントも没収した主催者も大いに問題あり。スポーツ裁判所に提訴したらしいから、適切な判決を下してもらいたい。 ボールガールもコート内でちゃんとボールを目で追っていれば避けられた打球だし、そもそも泣くほどのボールが当たったわけでもない。その程度で役割を全うできないくらいならコートに入る資格がない。対戦相手もこれで失格を訴えるのもどうかと思うし、何より判定を変え失格を言い渡した審判の判断が一番の問題。選手は人生をかけて戦っている。 不合理な判断でペナルティーを受けるのは気の毒に思う。議論が混戦してることが気になる。子供が泣いたことはせめても仕方ないことで、痛くなくても驚いたり、プロの試合で中継も入る中、自分に注目が集まっていることも含めて感情が高ぶってしまった可能性もあるので、言及しても何も結論は出ない。サッカーもそうだけど、ボールパーソンを子供が務めることで広がる文化。 競技人口もあると思うしそれは置いておくべき話それよりは失格になる基準とそのいきさつが正しかったのかが論点果たして悪質性や危険性が失格になるほど高かったのかなぜコート上で最も関係のない相手選手主導で失格になったのかその辺りが気になる第三者の意見だが主審が警告を与えたのなら速やかに再開すべきだったと思う 相手チームからのクレームに耳を貸し失格にした主審の権限、威厳はどこに行ったのか。ビデオを見るとうがった味方だが、相手チーム選手が少女に泣くよう焚きつけているようにも見えなくもないように思える。一度下されたものが覆るとは思えないが、レアケースとして今後の対応のために加藤選手は一石を投じていいと思うがあんな急速のボールに普通当たるかな。 小学生でも避けられるか片手キャッチでしょ普通にキャッチボールしてる球速の方がはるかに速いと思うあれに当たろうとしたら相当難しいと思う普通の子は反射的に避けてしまうだろうしでどこをどうやったらあの柔らかいテニスボールで出血するのか不思議だ至近距離から思い切りぶつけられても出血は難しいと思います 審判が判定を変えた理由をはっきりさせなければいけないと思うあの流れを見ると相手チームの抗議を受けて判定を変えたと見られてしまうそうだったら大問題だしそうでないのなら理由を明確にすべきこれがセンターコートの試合でシングルス優勝候補のシフィオンテクやアルカラスが当てたのだったら絶対失格はないでしょうね 注目度の低低いダブルスだだっったたたから起きた安易な最低だったと、思いますこう書くと、彼はあんな返球しないとコメントされそうですが、もし当事者が人気選手のナダルだったら後日直接の謝罪と何らかのプレゼントを贈り、ボールガールも感激といった美談になる気すらします。 それ以前にナダルをあの程度で失格にしたら凄まじいブーイングでしょうし、審判もそうなることを予見して警告にとどめるでしょうが、ルールはあっても選手によって良いように解釈するのはプロスポーツの悪い部分。それがもろに出たって感じです。